先生とは一体誰でしょう。ランジュラの大将が見えるのは、ランジュはあやつも来ると言っていたではないか。こちらが商品の狐のぬいぐるみです。お受け取りください。何？狐のぬいぐるみ？ちょうど浜バランス戦記の100人目の購入者となりました。八重様の直筆書評が入った特別版をお送りいたします。なぜこうなる。八重巫女様ご本人から商品が贈呈されるだけでなく、八重様と握手して記念撮影ができる機会も。何？あの女に会わなければならないだけでなく、握手して記念撮影だと。五郎は忍耐強い上、眉目秀麗じゃ。手伝いに出てはくれぬか。何時のためだけに仕立てたものをわらわが特別に用意してやろう。ち、な、に、に、女物じゃ。